ミセスパンパーミッケルです。今日はね、ここでガサガサしていきたいと思います。うわっ、ここはね、完全にアークの世界ですね。アークっていうのは恐竜のなんかゲームです。早速ガサガサしていきたいと思います。うぅー、5秒やるからこの汚い手をどけろ。何も魚のいないじゃないか。早く出てきた方が身のためだぞ。大量のオタマジャクシが嫌がるぜ。5秒あるからこの汚い手をどけろ。魚いっぱいいるぞ。今日はこの長い網を持ってきたからな。お前らを捕まえてやる。うわっ、くそ。早く出てきた方が身のためだぞ。もういつまで経ってもね、岩の上だけにいたら魚は捕まらないということで、もう入りました。お前ら早く出てきた方が身のためだぞ。うわ、蛇だ、蛇がいるぞ。蛇が泳いでるぞ。やばい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 、こっち向かってきた。おい、なんだあれは。蛇が向こう泳いでるぞ。お前はハーブなのか。これ取るぞ。あ、やばいやばい、ラスボスだぞ。お前何逃げようとしてんだ。やばい、落ち着け、落ち着くんだ。え、こいつハーブだ、ハーブだぞこいつ。やっぱりね、南の島にはやばい生き、これハーブだ、絶対ハーブだ。やばい生き物がいますね。どうする、これ逃げるか。これこれね、なんか こいつなんか溺れてんのか。お前溺れてんのか。お前、よし入れ、入るんだ。よし、入った、入った、あ、入った。ハブだこいつ、見ろこの柄を、この柄を見るんだ。こいつは危険だ、だぞ。こっちをね、完全に威嚇してますね。これは飛んできたらやばいですね。やばいぞ、ハブが来たぞ。どうするこれ。お前は何ハブだ。ハブはね、噛まれたらね、かなりヤバいことになります。これヤバいな、ちょっと話になんないぞ。やっぱりね、南の島はね、レベルが違いますね。ヤバい、飛びかかってくるぞこいつ。よし、これで大丈夫だろ。よしよし、こう石でね、塞ぎたいと思います。何やってんだ、そんなとこから俺を狙うんじゃない。ちょっとね、触ってみたいと思います。5秒やるからこの汚い手をどけろ。今回はね、かなり神回ですね。ここはね、調理する道具もないので、こいつはね、自然に逃がしたいと思います。噛まれたら嫌なんでね。5秒やるからこの汚い手をどけろ。帰ってったぞ、こっち来んなよ。これがヘビのね、泳ぎです。最初ウナギかと思ったんですけどね、ウナギじゃなくてハブで、多分ハブです。正直ね、これ魚捕まえなくてもいいってちょっと思ってきましたね。こいつなんか苦戦してないか。苦戦してるぞこいつ。うわ、こいつ細い体で瓦礫の間を進んでね、どんどん上流に登っていきますね。これはね、他にもね、ハブがいるということなのでね、気をつけながら散策したいと思います。こんな感じで隠れられたらね、もうどこにいるか分かりません。もし間違えて踏んじゃったらね、かなりヤバいことになりますね。それはね、こいつらを食べたいと思います。少しね、散策して、もうね、正直十分なんでね。お、いたぞ魚、いたぞ。うっ、お前らも入った方が身のためだぞ。完全にね、ラスボスって感じでしたね。ちょっとかなり短くなりましたけどね、ちょっともう疲れたので、そろそろ終わりたいと思います。それでは皆さん、ありがとうございました。